と激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、埼玉県狭山市にあります花山椒狭山店さんに来ております。こちらですね、担々麺専門店でして、まあいろいろな、担々麺が楽しめるところで今回もやっていくんですけれども、担々麺といえばね、まあ唐辛子のビリッとしたこう辛み勝ることながら、まあ、山椒のね、ちょっとしびる、舌がヒリヒリとしびるような感覚でね、非常に刺激のある、メニューでございます。はい、ちょっと楽しみですね。それでは行った人の感想を見ていきましょう。花山椒で四川流麻辣担々麺、ここのは辛いだけでなくかなりしびれる。そしてごまのコクと甘み、個人的には辛みやコクがあってこそコクのない辛みなどうまくなんともないと思うの好きですねって、ちょっとよくわかんないけども、まあ確かにね、はい、まあうめんだと、コクのない辛みなどうまくもなん、ちょっとよくわかりませんけど、まあコクがあって辛みがあるということでしょうかね。はい、まあいろいろねレビューが上がってますけども、非常に楽しみということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。さあ、早速なんか入ってきたんですけれども、早速メニューを見ますね。さまざまな担々麺があります、シャーラー担々麺とかスーラー担々麺とかね、いろいろね、マーラーとか、マーラー牛すじ担々麺とかいろいろありますけれども、今回はですね、こちらのマーラー野菜担々麺を、注文していきたいかなと思います。一応ね、ちょっと激辛という表記があります。はい、こちらのマーラー野菜、いただきます。さあ、マーラー野菜担々麺、お手並み拝見。おいやす、さあ、楽しみですね。市場の山椒の香りがふわっと広がりますね。じゃあちょっとまずスープからいってみましょう。いただきます。担々麺専門店のこの花山椒のはですね、秘伝のタンタルと厳選したスパイスから作る香り高いラー油に風味豊かな四川の花山椒が調和した担々麺が売りのお店なんで、非常にもう香りがものすごくいいです。一応ね、この埼玉県内に3店舗運営しているそうです。はい、本当にいい匂いするな、本当にこれ。山椒のしびれが心地いいです、はい、じゃあちょっとまず続いて麺いきましょう。いただきます。麺をすするときに山椒の爽やかな風味がパッと一緒に麺とともにこう入り込む感じ。これいいね、ちょうどいい、美味しい。ほうれん草と、もやし、そしてこれ肉、ね、あるべきのこのひき肉が入ってますね。おいしいな。そして唐辛子はね、なんかあの中国産の、中国の唐辛子、キャベツ、そして花山椒ですね。しびれを聞かせていますから、比較的ね、あんまり僕、日本人は苦手なしびれって言いますから、まあ、僕もちょっと結構、四川山椒って、お味ですね、結構大量に入っていると、わーってなりますけども、ね、心地よい感じですね、程よい感じが逆にやっぱ食欲をそうかきたてます、うまい、これ。
理由も多いですね。時間が経つば経つほど山椒のしべてるのがじわじわとボディーブローのように切れてきます。シビのボルテージがマックスになったところでここで行きましょう。ウイカラタライ。本日はですね、通常は置いてないんですけれども、ゲイカラ卓上トッピングくださいみたいなこと言うとこれがちょっと出てくるんですけど、今回はこの四川花山椒と自家製ゲイカライ、こちらの方を2つちょっと加えて、ウイカラしていきたいかなと思います。香ばしい、うん、山椒でこう口にしびれるのが嫌だっていう方はね、山椒のしびれも、まあ、唐辛子と同様ですね、牛乳を飲むとそのしびれが若干こう和らぐっていうことがありますので、ぜひその牛乳を試してください。さあ、レコスト伸ばすか。このスープを飲みましょう。この激辛バトルにキリをつけたいと思います。最初より今の方が一番じわじわしびれてくる。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルを発表していきましょう。花山椒狭山店さんのマーラー野菜担々麺辛さレベル、じゃん、6です。6です。はい、店名にね、花山椒っていうね名前が入ってるだけあってね、やっぱね本当にね、この四川山椒のね香りというか、香りと、なんていうの、しびれがね口の中をバンとピリピリとしびれる、刺激がありました。唐辛子の辛みとその山椒がね相まって、非常に辛さ倍増という感じでした。ギカライと、花山椒で足しましたけれども、まあ、ギカライに関しては、まあ、それほどこう辛みというか逆にこう香りが濃い豊かになって、まあ、花山椒に関してはもうやっぱ、すごいやっぱしびれば、今もこうすごい一緒にしびれば非常に美味しかったです。はい、まあ、いろいろね結構担々麺種類ありますんでね、トマト担々麺とかつけ担々麺とかね、はい、あと四川汁なし担々麺とかもありますね。汁なしバージョン、やっぱ超激辛超しびれっていう感じになりますけども、はい、もうちょっとね1回だけじゃ堪能できないんでね、まあそこはいつの人また来たいかなと思います。あとですね、今日はちょっと花山椒っていうね、まあ、四川山椒っていうこう話題が出たんで、まあ、ちょっと下の概要欄の方にですね、まあ、ちょっと山椒とは何ぞやというちょっと動画を、リンクをね貼り付けておきますので、ぜひそちらの方を見ていきます、はい。まあ、よくねその、まあ、軽く話すと、まあ、花山椒、山椒、あとホアジャンね、ホア3つとかの違いは何ぞやと、はい、ろいろそういったねちょっと激辛マニアックな話をしてますので、ぜひねもうちょっと踏み込んだ内容を知りたい方はぜひそちらの方を見てください。それではまたお会いしましょう。またねー。